桶川市図書館は埼玉県桶川市が設置する公共図書館の総称である。桶川市図書館は桶川市が設置する公立図書館であり、1975年に巡回を開始した移動図書館社麦笛号を始まりとする。以降複数の文室の開設、移設を行い、西側文室を桶川市立図書館と解消して1985年5月1日に、 開館した後、1987年に新たな私立図書館を開館して、それまでの私立図書館を駅西口図書館とした。1988年には駅西口図書館をパトリア桶川店4階に開館し、2015年には3階に移転して丸ンを待つ道図書館流通センター共同事業体を指定管理者とした。 2019年4月1日からは全館について、同協同事業体を指定管理者とし、各館の館を解消した。桶川市に在住、在勤、在学する者のほか、上吉、市、北本市、河野寿市、久喜市、北足立郡稲町の在住者も、広域利用により利用することができる。桶川市では、中央図書館のほか、桶川図書館、河畳図書館、 坂田図書館があり、加納公民館にも図書受け渡しサービスポイントを設けていて、共通の貸し出しカードにより資料退借を行っている。このほか、桶川市図書館では2003年度まで市内を巡回する移動図書館を運営していた。桶川図書館、ありがとうございます。